日に日に暖かさを感じるようになりました。春分を過ぎ、桜の開花が待ち遠しいですね。マイシティ土浦は、土浦市からのお知らせやイベントなど、身近な話題をお届けする情報番組です。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、急遽お知らせのイベントが中止や延期となったり、市内施設が休館となる場合があります。ご了承ください。なお、最新情報は市ホームページでご確認ください。それでは、はじめにフラッシュニュースのコーナーです。今週は霞ヶ浦北浦地域清掃大作戦の模様をお送りします。身近な水辺の一斉清掃活動、霞ヶ浦北浦地域清掃大作戦が3月1日に行われ、多くの市民が参加しました。霞ヶ浦北浦地域清掃大作戦は、霞ヶ浦などの水質を浄化し、水辺環境を整えていくことを目的に、霞ヶ浦を囲む市町村で行われています。土浦市では、霞ヶ浦の湖岸や土浦港をはじめ、新川、桜川、備前川、境川、花室川の河川敷を中心に、地域住民や地元企業などが清掃活動を行いました。ゴミは空き缶やペットボトルのほか、発泡スチロールや家庭用ゴミなどが多く、参加者はゴミ袋とトングを持ちながら丁寧にゴミを集めていました。天気もよく、早朝にもかかわらず多くの人が参加し、清掃活動に汗を流していました。土浦市は、霞ヶ浦北浦地域清掃大作戦のほか、市民やボランティア団体などの協力で湖畔清掃や町内清掃などを行い、住環境の美化に取り組んでいます。川岸の方にかなり古いそのペットボトルとかそういうのが落ちてるのを見たんですけど、ただ全然かなり拾いきれない状態で溜まってるのが結構ありましたね。だからまだやる必要はあるのかなとは思うんですけど、少しはまあ役に立てたのかなとは思うんですけど、はい、続いて土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん、全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり、番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、大輔さんからの土フォトです。今回は市内の騎乗公園で撮影したそうです。無風寺の騎乗公園内堀が鏡のように木々を映して感動しました。土丸にピントが合わずにごめんねというコメントをいただきました。大輔さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は4月1日から市役所手話通訳者の設置日を変更します。土浦桜まつり2020ライトアップ、提灯飾り、臨時駐車場開放。土浦桜まつり2020桜川500本桜をめでるお花見線、地域子育て支援センターさくらんぼ母親クラブ会員募集のお知らせです。手話通訳者の設置日変更のお知らせです。4月1日から市役所の手話通訳者の設置日が毎週月曜日と金曜日の
午前8時30分から午後5時15分までになります。設置場所は変わらず、本庁舎1階障害福祉課です。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。次は土浦市市政施行80周年記念土浦桜祭り2020からライトアップと提灯飾りおよび臨時駐車場開放のお知らせです。3月21日土曜日から4月5日日曜日の期間中、午後6時から騎乗公園周辺および桜川堤、新川堤の桜を幻想的に照らし出します。なお開花状況により期間が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また桜川堤や夫沼公園の桜を楽しんでいただけるよう、ご覧の日時で臨時駐車場を開放します。詳しくは土浦桜祭り実行委員会事務局までお問い合わせください。続いて土浦桜祭り2020の協賛行事、桜川500本桜をめでるお花見線のお知らせです。日時は3月28日土曜日から4月5日日曜日の午前10時から午後3時までラクスマリーナから乗船できます。料金はご覧の通りです。お申し込みお問い合わせはラクスマリーナまでお願いします。詳しくは土浦桜祭り実行委員会事務局までお問い合わせください。最後は地域子育て支援センターさくらんぼ母親クラブ会員募集のお知らせです。活動場所は桜川保育所内ですが、4月からは遠崎保育所内に移転します。対象は市内在住の乳幼児とその母親です。音楽や体操などの親子活動や母親同士の交流が行われます。定員は先着順で35組です。お申し込みは電話でお願いします。詳しくは地域子育て支援センターさくらんぼまでお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なおお名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸を探せです。どこにいるかわかりますか？答えはこちら。次はウォッチング土浦です。今週は土浦市立上大津西小学校の閉校式の模様をお送りします。2月29日、土浦市立上大津西小学校で閉校式が行われ、127年の長い歴史に幕を下ろしました。土浦市は2013年に学校適正配置計画を策定し、小中一貫校を進めています。上大津地区では、上大津西小学校、上大津東小学校、菅谷小学校の3校の統合が計画されており、その一環として上大津西小学校と菅谷小学校が4月に統合します。上大津西小学校は1892年に手野尋常小学校として開校、1954年
土浦市と上大津村の合併で土浦市立上大津西小学校と名称を改めました。その後人口増加に伴い神立小学校と菅谷小学校に分離しましたが、徐々に児童数が減り現在は45人となりました。閉校式は土浦市主催と学校主催の2部構成で行われ、一部の土浦市主催では安藤市長の今後も未来を担う子どもたちが夢と希望が実現できるよう支える教育を推進していきますという挨拶から始まり、記念品の贈呈や学校の旗、校旗の返納、校歌斉唱が行われました。学校主催の2部では山口和幸校長が行事を地域と一体になって行い、子どもたちは充実した学校生活を送ることができたと学校生活を振り返りました。続いて児童代表の挨拶、児童全員での呼びかけを行い、上大津西小学校への思いがこもった式典となりました。最後はバルーンリリース、式典に参加できなかった卒業生も参加し、用意された300個の風船を空に放ちました。今後も自分の心の中で大切な場所としてこれからも残り続けると思います。新型コロナウイルスなど感染症対策の基本は手洗いやマスクの着用を含む咳エチケットです。ぜひ皆さんも手洗い、咳エチケットを実践し感染症予防に努めましょう。さてこの度約10年間担当させていただいた市民アナウンサーを卒業することになりました。この番組のアナウンサーをしてマイシティ見てるよと声をかけていただき、たくさんの方がこの番組を見ていると改めて感じ嬉しく思いました。市民アナウンサーをさせていただき、とても楽しい10年間でした。皆さん今までありがとうございました。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー相島がお送りしました。緑。